この番組は業界歴が浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。はい、パンスールを飛び出しまして、はい、はい、初めてねえ、はい、神田の方にやってきましたけれども、はい、うんうん、今日は大忘年会です、うん、およっ、おいやなんとか年を越せました。はい、あれ企画用意できへんかっただけじゃない、うん、違います違います。やっぱね、労をねぎらわないと忘年会で乗り切ろうっていう、うん、ねえ、もういつもの裏さらばからヒントを得て違うの、やべえ、全部全部バレました全部言ってあんまり手の内はね、会議で言ってた全部飯食ってるとこ流そうと、飯が回る企画がない忘年会で乗り切ろう。だから前にやった吉村の、はいはいはい、からあんだけ金を巻き上げたってことですか。そのお金でじゃないですよ、お金で。いや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 、5万使ったっつうな。まあ十分なね、打ち上げにはなりました。5万使って脳射精やったからなあいつはね。いや、まあでももう4月の後半から始まりまして、うん、年を越せるとですか。はいはいはい、はいはい、で、まあまあいつものお二人もレギュラーメンバー、はい、はい、でこちらは華やかな、ね、あ、こっちは有楽街の、はい、まあ今日はもう皆さんで、はい、まあ飲んでいただいてということですね。お前が用意したみたいな、はいはい、いやいや、東袋とデビュー作でございますから、引っ張ってきたからこそこの場があるんで、まあまあそうか、いや、まあそうです、ね、いやいやいや、ありがとうございます、まあ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 ね、僕なんかただのゲストやのに、すみません、なんか忘年会まで呼んでいただいて、毎回毎回来ていただいて、今回この忘年会に全面的に協力していただいたのが、全国数多く展開している筑前屋さんでございます。ちゃんとやるからね。家庭で味わえない豚のホルモンにこだわり、うまいものを安くというお客様の要求に、全力で応える、うん、ファミリーからサラリーマン、カップルと幅広く楽しんでいただける、あなたの街の居酒屋となっていますね。はい、まあということで早速、はいはい、乾杯しましょうか。はい、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 じゃあ森田さん、なんて俺やねん、ゲストの森田さんが絶対お前やろ、ね、乾杯の発声を、絶対お前やん、いやいや、ゲストがもういたからですから、この番組、はい、皆さん、今年1年、はい、ありがとうございました。ありました。まあ、あと短い命の番組だと思いますけども、どこがやねん、なんとか乗り切りましょう、うん、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんな元気でな。お別れ会じゃないのよ、離れ離れになっても元気でな。もうどんどん料理も来て、もういただいていきましょう。はい、ありがとうございます。うわ、ええやん、蜂の巣、うん、うわ、ガッツ刺し、いいね、あ、いいっすね、喜んでいただいてる筑前屋さん、はい、いいですよ、いただきましょう。焼き豚が、本当にうまい焼き豚が食えるっていう、そうです、書いてましたからあ、もうそういうの見てくれてるんですね、これがお店の、うわうわ、すごいね、すごい、幕盛り最高、はいはい、うわー、すごいな、でかいね、すごい、いいね、うまい、うまっ、うん、うん、あ、いいね、この唐揚げ、なんかマヨネーズもついてる、うん、俺らにちょうどええわ。この腹をすかしたな。これもじゃん。はい。ハラミの塩でいい。うわ、うまそうよこれは。うん。いいね。お願いします。うまい。うまい。いいよ。もう俺たちはこういうのがいいのよ。うん。うん。これ食べ応えあるね。いや、分厚いよこれ。うん、うん、どうや、うまいな。うまいな。うん。久々やろ、あったかい飯な。何や思ってんの。初期メンバーじゃあれですけど、加藤さんは1回目からいたんですか、あれ。あ、加藤さんは1回目の企画に。1回目か。そうかそうか、1回目か。全然 MC じゃないや。いろんなことやりすぎて。え?1回目のこんな企画と覚えてたりします。1回目何した、加藤さんで、はい、何した1回目、あれがやっぱ印象的やったよ、タバコ、あ、そうです、あー、そうか、あれ1回目ですか、そうです、あれ何回目や思ってた、いや1回目があの番組続かんやろ思ったからね。あ、そうか、1回目ですか、3、4回目は菅原との
あ、武藤さんの、はい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 、そうです、それが1回目のイメージあるね。菅原が1回目に来てて、いやいやいや、そんなわけないやろ、そんな攻めてない当たり前やろ。加藤とかさ、ツッツンはさ、菅原とどれぐらい絡みあん？私は入った時に抜けてきました、うん、入れ違いか、ポケット鉛筆みたいに。加藤が一番長い、ね、うん、加藤はいろいろあったもんな、菅原とな。そうです、うん、もう連絡は来ないですか？あ、もう来なくなったんですけど、他の人づてになんか菅原さんが飲み会開くみたいなやつで。おお、何の飲み会それは？あ、なんか若い人たちで飲み会みたいなやろうとしてたんですけど、なしになりました。あれはで、なんかスケジュール合わないから、うん、忙しいしてんねんな、でもみんな。だから上を倒しに行こうっていう決起集会やったんじゃないですか。ああ、もうだって菅谷一杯もう終わってますよ。あれ、菅谷なんか偉い、うん、いや、荒れてんのかな、どうした？いや、あの、最近彼氏と別れました。あれ、あ、どうした？彼氏おったのにあんなことしてた。まあまあ、おった、おった。何があったの？何、どれぐらい付き合ってたの？今日で2年ですか？ね、別れてもうた。いつ、はい、私の誕生日、あの、前回の収録の時。あ、じゃあもう先月、その前の日に別れてで収録したってこと？そうです、ね、最悪やん。いやいや、あ、でもあった、あ、そうです、あ、振ったんや、お前が振ったんか。あ、ごめんな、なんか全員がなんか、まあまあまあ、おい、よくないぞ、まあまあまあ、な、なんか全員がなんか振られたみたいにそうなったけど、そう思うやん、うん、なんで振ったん、それは。だから仕事も始まるし、うん、なんか、うん、合わないなら、仕事始まったら絶対合わないから、うん、余計に、だからなんか、うん、だったら会ってくれる人がいいな、うん、で、やっぱりしてる、ね、別れてって言うたんや。すいません、すいません、うん、こちらサイドがまだ若いのに何言ってんの。おい、お前、ね、年季が違うの。年季がブツブツ言ってます。21歳で将来のこと考えて付き合ってる。そうね、早いよね。結婚したいですもん。21で、いや、26。お前贅沢な悩みやぞ。お前、向こうはもうワンナイトしか狙ってけえぞ。ワンナイトあれば十分。お姉さんは巻き込まれて、ワンあれば十分、ワンあれば十分。違う違う、お姉さんは違うから。ゼロよりもワンあれば十分。いいね、うん、ほんまの忘年会みたいになってからな。くだまいて、この中でいる男性陣やったら誰がいい？それがあれやの。それを今回ちょっと企画に、その誘い水な。仕込んでた。いや、山崎企画伝えたら。すいません、ごめんなさい。いや、あの、うちの女性出てもらったディレクター陣とか、うん、女性スタッフに聞きました、うん、あの、彼氏にしたいランキングを、付き合いたいかということですか。付き合いたい人ランキングを付き合いたい。なるほど、はい、もうじゃあ順位がつくってことね。順位がしっかりつく、入ってる。楽しみとか、なんで申し訳なかったんですか。楽しみにしてた。いやいやいや、日本で一番クソなランキングやから。あの、これ申し訳ないけど、はい、1位は俺やと思うで。え、付き合う、これは付き合うでしょ。付き合う、ワンナイトじゃないんでしょ。あ、俺やと思いますね。変な癖もそこまでない、はい、まあ多少の M、 わからんで、多少の M 性感はいくけど、変な癖やないか。ああ、変な癖やで、なんていうの、日々楽しく過ごしてそうとか思ってるんじゃないかなっていう。ああ、そうあるんで、一緒にいた楽しい。はいはい、ブクロさんどうですか、自分は。いや、正直1位ではないですよ、それは。あれ、うん、ね、そこは。いや、それはそうだ。プロレス知りと俺がバカみたいやん。これは違う、ほんまに、ほんまに。ちゃんとさ、全然全然1位は森田でもないです。え、はい、これ、なべちゃんやと思う。うおー、やっぱ、なんでニヤッとしとんの。いや、でもこれなんだかんだ僕らより多分打ち合わせしたりとか一緒におる時間長いでしょ、はい、うん、で多分安心感あるんですよ。ってなったら付き合いたいなべちゃんやと思うんですよね。な、ない予想、なべちゃんの。まあ3位じゃない。あ、マジで1、うん、2、3やと思うわ。あ、あと誰でしたっけ。吉村と菅原です。よし、あー、吉村、まあまあそこはね、難しいとこやね。菅原、俺圧倒的ベベやと思う。なんでやな、分からへん、俺ランク外やと思う、なとか、ね、菅谷がね、吉村の見たんかってなんか聞いたのよ。なら見ました。どうやったんですか。めっちゃ面白かったです。菅谷が言ってた、それがどう、そういうところにこうグッと来てる可能性は。そしてこれは理由もちゃんと僕が、そうです、もちろん全部聞いてます、ね、え、誰が誰に言えたかわからないって。あ、もちろんわかります。あ、それもわかる。わかる。なんか恥ずかしいな。え、1位は何ポイントなんですか。
1位は3ポイント。いや、1位はわざと1ポイントにして、あの数字が低ない少ない人を1位にしてるっていう感じです。はいはいはい、数字が少ない人、少ない方がいいとかね。そうです、はいはいはい、ほうほうほう、人はいっぱい溜まっていく。ああそういうことね。で、入れてもらったのが、まあ、佐藤さん、はい、まあ、渋沢、伊予さん、伊予さん、加藤、菅谷、うん、で、つづらびら、つづらもね、市川っていう女性の、はい、はい、女の子の AD さん、はい、はい、と、エスパニョールさん。あ、エスパニョールも入ってる、はい、はい、エスパニョール票をあげるわ。まあ、まあ、じゃあ言おうか、はい、1、3が俺は吉村、はい、4なべちゃん、5菅原。うん、なべちゃん1位、はい、2位私、はい、あ、2位私なんだ。3位が吉村かもしれない。そんなわけないやろ。森田ここでやってやってくれんじゃないですか。で、森田来て菅原。あ、そこはそこ俺ない。そこはね。じゃあ早速いきます。はいはい、うん、スタッフが選んだ、彼氏にしたいランキング、はい、第1位からいきます。1位、はい、1位からね。1位から、はい、第1位は吉村くんです。おお、まさかやな。1位。リアクション用意してた。これはちょっと恥ずかしいね。そら終わるわこの番組。ね、終わって決まってへんな。全員外れでしょ。なんか冷静に見て、なんか2位って自分で言ったら。いやいやいや、まだ分からんからね。俺は1位って言ったら、こいつだってまだ あるってことだよ。2位の可能性あるから、ね、こいつまだあるってことやもんね。今、ちなみに吉村くんに1位で入れてる人が渋沢さんと菅谷さん。ああ、やっぱ菅谷は、なん、理由なんだ。渋沢さんはとにかく童貞ということだけで1位です、はい、あ、ちょっと食いたいと。いや、食いたいのもあるし、うん、あれ食いたいのもあるし、筆下ろしだったらしたい。そんな後は分からないけど。いや、それすごいな。お姉さん的にそうだったらいいんですか。別に妹さんがそういう時は。私好きなんですよ。めったにないって言ってたけど。したことない。筆下ろしには興味があった。金がね、言ってたんやね。あ、これは吉村がどう、嬉しいですけどね。どう動くかですよね、吉村がね。で、菅谷の一票を取られてるんですか。菅谷さんは、うぶなところがいいと。あら、画体が好き、誠実そうで一途そう、礼儀正しい、コミュ力と。いやー、すげー褒めてるやん。これ、マジか、ちょっと本当にマジなんですか。筆下ろしは菅谷。監督としての目線、監督として興味ある。お前いつそんな要点。顔赤なってる。顔赤なってるもんな。トルコ興味あります。興味ある。筆下ろし、はい、自分で、はい、これ一本取れますよ。一本。菅谷のデビュー作が。おーおーおー、そうですか。筆下ろししたい。あ、はい、興味あります。うわ、ちょっとこれもう、いや、もうカットしません、これ。いや、ええやん、別に。別にええやんか。見たらもう終わりよ、これ。いやいや、夢あるで、でも。二票を集めてるんだから。わかりました、はい。したらあかんことにしましょう。何お前はもうちっちゃいの。絶対にしたらあかんことに。何やで、お前。どこの学級員や、決めました。なので、したらあなた方も。なんでお前に決められなあかんねん、ちょらしだ。この番組。自由恋愛やん。あの、もう吉村がもう、悶々と。うん、いやでもこれは嬉しいやろな。で、2位を3人入れてて、はい、エスパニオールさんとの AD と市川とつづらびら。やばい。え、これ2位が 3、 え、3人入れてます。だから2位に、ね、ポイントでいったらな、はい、ポイントが高かった。はいはいはい。で、エスパニオールさんの意見がちょっと良かったんですけど、はい、みんなに愛されるキャラクターすごく魅力的に映ります。真摯に恋愛に向き合ってくれそう。いい、ね、刺激という意味では物足りず、都合のいい男になる傾向を感じますが、3つの若さに期待を込めて2位。あ、この文字数がエスパニョールって感じ。細かいとこまでね、はっきりと答えてくれてはるわ。これはだ、取り合いやな。やばいな、これマジで。豊か勝者よっしゃー、やれますやん。彼氏にしたいランキング第2位は、はい、なんかまあそういう感じや。だから、まあ一応これ来年の忘年会もやりましょう。